AFG モトスポーツです。2023年の冬も終わり、そろそろ春がやってきます。バイクの季節になりました。これから使える春のジャケットを今回はご紹介していきたいと思います。当店のチャンネルはアイコン製品の商品紹介を中心に配信しております。わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。当店のチャンネル登録、高評価、そして通知のオンもぜひよろしくお願いいたします。とにかく軽さで行くんであればこちらエアフォームジャケットがおすすめです。テキスタイルなんですけれども、しっかりと摩擦に強いテキスタイルを使ってますので、着てても非常に安心です。カラーバリエーションも非常に多いので、お好みのコーディネートにも非常に合わせやすいです。去年発売したこちらクォーターフラッシュなんかもアイコンらしい派手なデザインで、エアフライトのクォーターフラッシュヘルメットとも同じデザインになっております。さらにプロテクター D3 を肩肘背中に入っているんですけれども、こちらをゴーストという薄いタイプのものに変えるとより軽くなりますし、着ている時の違和感も本当になくなりますので、重ね着も非常にしやすくなってきます。春先からレザージャケットも使えます。アイコンのモーターヘッド3ジャケットは非常に機能満載のレザージャケットです。一見普通のレザージャケットなんですが、防水のインナー、それからサテンのライナーもついておりまして、全部をつけると防風効果、防水効果も得られますし、お好みに合わせて気温調節もできますので、レイヤーを変えてお楽しみいただけます。次にこちらベースホーク2ジャケットです。こちらは腕はレザーなんですけれども、胴体はソフトシェルを使っておりますので、レザージャケット特有の重さを軽減できております。また D3O のプロテクターがあらかじめゴーストを使っておりますので、最初から軽量化もできていますし、着た時の違和感も非常に少ないです。ゴーストのプロテクターは従来 0.6 mm の厚みだったんですけれども、 LP2 という厚みが 1 cm になったものも発売しましたので、お好みに合わせて変えてみてください。なお、レザーをメンテナンスするにはこちらのアイテムがおすすめです。アイコンのレザー製品、ジャケット、ブーツ、グローブには専用のレザーコンディショナー、クリーナーをご使用ください。アイコンのクリーナーとコンディショナーはレクソー社が作っております。こちらがシンスホークジャケットなんですけれども、シンスホークはアクスラレードという素材を使っております。これはレザーと同等もしくはそれ以上の耐久性を持ちながら、重量を半分以下にしているので、見た目はレザージャケットっぽいんですけれども、すごく軽くて本当に柔らかい、動きやすいジャケットです。なんでシックなレザーのジャケットでコーディネートしたいけれども、どうしてもちょっと重量が気になるなというお客様には、こちら非常におすすめでございます。アクスラレードの特徴としては、非常に柔らかいんですけれども、加水分解しないというのも非常に大きな特徴になっております。よく合皮の場合は年数が経ってしまうと剥がれてしまったりとかすることがあるんですが、このアクスラレードに関してはそういったことがないので、そこもポイントになります。今回ご紹介させていただいたジャケットの共通点として、エアフライジッパーを使用しております。何かと言いますと、こちらが通常に締めた状態なんですけれども、このメインのジッパーをもう一箇所で締められます。そうするとここがベンチレーションになります。ここ全部メッシュの生地になってますので、ジャケットの他の胸と背中、それから手首のベンチレーションを開けていただくだけで、非常に風がよく通って暑い時でも温度調節がしやすいです。その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。コメント何でも結構ですのでお待ちしております。それではRide Safe、笑い込む。